こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、チーズたっぷりのピザポテトを作りたいと思います。このブルーのホットプレート、前赤だったんですけど新調しました。じゃあちょっとね、下準備したいと思います。材料です。じゃがいもとズッキーニ、アスパラ、マッシュルーム、ピーマン、あとウインナー、コーン、ホールトマト、お好みの野菜です。じゃあまずは野菜を切ります。アスパラ、ピーマン、でマッシュルーム、でズッキーニ、ニンニクと玉ねぎをみじん切りにします。玉ねぎ、で玉ねぎもみじん切り、オリーブオイルを加えて、ニンニクを加えてから火をつけます。ニンニクの香りがしてきたら玉ねぎを加えて透き通るまで炒めます。玉ねぎが炒まったらホールトマトを加えます。で軽く水気が飛ぶまで炒めます。はちみつ、胡椒などで味を整えます。でクレレソースは完成です。でウインナーをお好みの大きさに切ります。でじゃがいもはスライス、じゃあね、ここからホットプレートです。まずはオリーブオイルを敷きます。じゃがいもを並べます。でウインナーを乗せます。4袋分あります。切っておいた野菜も乗せていきます。コーン、さっき作っておいたトマトソース。でここでお菓子のピザポテトも使います。まずは1袋分乗せます。ここに好きなだけチーズ、開けてみます。じゃん、めっちゃ美味しそう。じゃがいもに火が通ってたら完成です。じゃがいもよく見えんけど、入るということは通っているということでしょう。じゃん、完成です。でこちらのピザポテトはちょっとトッピングに使いたいと思います。で今日は梅干し入りわかめスープを作りました。美味しそうですね。いただきます。ではピザポテトをパラパラ。わー、チーズが伸びます。中がまた美味しそうですね。トマトソースとすごいよく合いそう。わー、見てください、このチーズ美味しそう。これはもう次回食べたら死ぬやつですね。ここら辺お芋が焼けてます。お芋がホクホクです。で焦げ目がついてて香ばしくてめっちゃ美味しい。チーズがたっぷりで最高です。でこのトマトソース、ニンニクが効いとってめっちゃ美味しい。チーズを追いチーズしよう。めっちゃ熱いからこのチーズもじきに溶けるでしょ。わー、最高ですね。美しすぎる光景です。あ、焦げ目がついてめっちゃ美味しそう。じゃがいもがね、お焦げみたいになってて、ここがカリカリです。ズッキーニも甘くてみずみずしいです。
が入ってます。うん、おいしい。ごま油がすごいよく効いてます。わかめたっぷりです。ポテト投入しよう。もうパリパリのピザポテトがね、いいです。ちょっとしなっとしたピザポテトも美味しいです。いや、やっぱりチーズはいいですね。うん、もうチーズがもう滝のようですね。じゃがいもがホクホクしてます。ウインナーがたっぷりで美味しい。チーズ滝のパーティーとかでやったらもう感動するやつです。みんな、雨どれのようです。見てください、こういうところが最高ですね。ソースが冷えてきたので直で食べます。までした。もうホットプレートで作るピザポテトめっちゃ美味しかったです。もうチーズがたっぷりで最高でしたね。で、切ってのせるだけだから作るのも簡単だし、もうパーティーとかでもなんか見た目もいいからすごい盛り上がりそうでいいなと思いました。で、なんかピザポテトをのせるとすごいジャンク感が増して私は大好きでしたね。お野菜もお肉もたくさん取れるから栄養的にもいいですね。いや、とても美味しいので皆さんもぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらコメント欄で教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて楽しく過ごせますように。バイバーイ。